常泉寺ストリートジャズフェスティバルは2日目を迎えました。今日も仙台市中心部は演奏を楽しむ多くの人でにぎわっています。昨日から始まったジャズフェス、2日目の今日はあいにくの曇り空となりましたが、秋の風を感じながら生演奏を楽しむ人でにぎわっています。今年はクラウドファンディングで協力を募り、ストリートピアノを設置する新たな取り組みも行われています。いろんな音楽を聴けるところが楽しいです。緑の中で音楽を、自然の中で、ちょっと街中なんだけれども緑の中で聴けるっていうのがすごく素敵だなと思って来てます。またジャズフェスの舞台として長年親しまれてきた高等大公園市民広場は再整備の工事が始まるため今年でしばしのお別れとなります。ジャズフェスは今夜8時までの開催です。